シュータがお見舞い来てくれました。お久しぶりです。お久しぶりですいやシュータもね、ちょっと傷見してください。いや重傷です。膝やってるんでね。膝ともです。全治どれぐらいですか？全治1年ですありがとうございます俺より全然ひどいですもうちょっとです、うん、まあちょっとお互い復帰に向けて頑張りましょう。はい、頑張りましょう。ここからあだしたまだ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 やってやりましょう。まだまだいいねえ、ちなみにその怪我で復帰できた人いるんだっけ？いないらしいです1号になります。第1号になろう。この後何するんですか？この後ヴェルディ行きます。あ、いいな。試合見に見に行きたいな俺も。また退院したらじゃあ、はい、ご飯行きましょう。行きましょう。あざーす。あざーす。え、持ってってる同級生のイチがお見舞い来てくれました。どうも。あざす。どうも。膝仲間です。膝仲間です。前十字やってます。両膝やってます。両膝やってます。やってます。それヒサロでしょ絶対ジグロです昔からです。チャラさしか出てないけど大丈夫？8年ぶりに髪染めたの本当に。今年からチャラくなり始めたってこと？いやちょっとね、遊び心出そうと思ってやってみたんですけど高評価不評価はちょっと、ね、分かりませんね今と。いや僕はいいと思います。 ありがとうございます。いい髪の色で。あ、ありがとうございます。あのねこれからもっと良くなっていくから。あ、本当ですか、うん、ちょっと暗めにしてもらってだんだんシルバーになっていくっていう。入院中に入院中で退院の時と全然違うんですね。退院の時もバンバンシルバーですおそらく。やってますね、32歳。いや、お互いお互いねお互いに埼玉ナンバーワンフォワードとして今後も埼玉引っ張っててください。あの、プロになってる人もいるんであんま言えないんですよ、そういうの。センターフォワードで言ったらやっぱり一番ですから。過去ね、過去、やっぱり昔、うん、そう言っていただける方多いんで。今も健在です。いや、そんなことないですよ。どこでお店やってるんだっけ？五反田でお店やってます。五反田でご飯屋さんですね。はい、やってる。北海道バレーやってるんで。北海道バレーよかったら、よかったら、イケメン探しに五反田散歩してみてくださいお願いします。お願いします